皆さんこんにちは。海外転売講師の黒沢厚志です。今回音声日記なんですけれども、少しいつもとサムネイル画像っていうのが違います。これ私のワークデスクなんですよね。で、このワークデスクの右下の方になんか機材みたいなのが置いてありますけど、この機材っていうのを本日から導入しました。何かっていうと、音楽の機材なんですね。音楽機器なんですけれども、 実際このように録音をするときに使うための機材として今回は導入したわけです。一つはコンプレッサー、一つはイコライザーってものなんですが、実はどちらも今までパソコン内で無料のソフトを使ってイコ,イコライジングとかコンプレッサーっていうのを使ってたんですね。コンプレッサーっていうのは、まあ単純な話、雑音ノイズっていうのを抑えて、小さな音も場合によっては大きくする。雑音ノイズを抑えて、 で、ちっちゃなこういう小声でもよく聞こえるようにする。逆にわーって大きな声で言ったところでちゃんとリミッターをかけて、大きな声っていうのが音切れ、ビリビリビリっていう音にならないようにするっていうコンプレッサーっていうのと、あとイクロイザーっていうのは結局のところどのヘルツの音を大きくするか、どのヘルツの音を抑えるかっていうことを行うことによってよりよ聞きやすい音にするっていう。まあ、ここら辺は非常にマニアックなものなんですけれども、 どちらもマニアックといってもクラシックプロっていう一番こういったまあ音声を編集したり加工したりする機器の中では最も安価なものの一つただかなり良い評判の良いクラシックプロっていうまあシリーズの機器なんですね ま、細かく言うと、プロセッサーの方は CPCL2 っていうもので、イコライザーの方は CE91131 っていうものなんですが、両方とも1万円ぐらいで手に入るものですから、それを手に入れて今回から導入し始めたという形になります。で、こういったものは私自身はずっとベース弾いてたりしたので、 例えばベースで言うベースゲタギターのエフェクターですよね。エフェクターだとか録音したりとか、あと作曲してたりとかパソコンで打ち込んだりとかしてたんで、かなりの基礎知識としてこういうのは持ってるんですけれども、今回、一つ私が、実際こういう音声日記を取るにあたって抑えたいものというか、解決したいことっていうのがあったんですね。それはノイズなんですよ。ノイズって例えば、マイクにスー さーって入る音がありますよね。まあ、気になるな、ない人は全然気にならないんですけど、私そういう細かい音気になるんです。なぜかっていうと私は、実際にこの海外転売のチャンネルで皆さんに情報提供というか、情報発信をしてるわけですから、なるべく聞き取りやすい音にするにはどうすればいいかっていうのは追求してかるべきだっていうふうに思っているのと、あとはまあ音楽フリークだったわけなので、音に関しては結構細かく、 自分で品な定めというか、どういう話し方をしたらいいかってことも含めてなんですけれども、やはり話し方だけではなくって録音機器だとか。 あとはこのイコライジングの機械だとか、コンプレッサーの機械とか、まあ、他にもノイズゲートとかいろんなものあるんですけれども、あとは本当は、電源ユニットっていうのも独立したものを本当は買いたかったんですけど、まあ、それ買ってたらだんだんキリがなくなってしまうので、なぜかといえばその電源って、ま、当然ですけど、USB で供給したりとか、コンセントで電源供給しますよね。特に USB で供給するものに関してはノイズっていうのが乗りやすいんですよ。さらに言えば、パソコン本体の近くに置くとノイズがの 乗りやすいだとか、他の電子機器の近くに置いたらノイズが乗りやすいだとか、あとは、まあ、モニターの近くに置いたらノイズが乗りやすいだとか、いろんな問題があるわけなので、最近だと手軽に録音できるもので、USB を使ってマイクから USB のコードがそのまま出てて、で、それを直接パソコンに挿して USB を通して録音するって形式があるんですが、あれってノイズ一番乗りやすいんですよね。USB ので電源を供給しながら、 音声信号っていうのも、まあ、出すというか、アウトプットするわけので、あれ、すごいノイズが乗りやすくって、私は、だから、マイクに直接 USB がくっついていて、その USB で、ま、録音するっていう方式は採用してないんですよ。その代わり、オーディオインターフェースっていうのを噛ませてですね、自分のマイクをオーディオインターフェースにつないで、今まで音出してたんですが、やっぱりそれも結局のところ、セッティングの次第、セッティング次第ではあるんだけれども、 結局のところどうしてもノイズがホワイトノイズって呼ばれるものなんですがノイズが乗っちゃってるのが気になってたんですよね。で、それを無料のパソコンソフトでも全然後から修正できるんですけれども修正するのって 簡単に言えば手間じゃないですか。時間差が出てしまいますよね。で、なるべく私は生野菜みたいなもんで、生の状態でこういった音声だろうが動画だろうが、いろいろなものを情報発信したいので、そのタイムラグっていうのをなるべく少なくするために、この録音時に始めから音っていうのを調節した状態でも録音すれば、その素材をそのままアップロードすれば皆さんに聞いていただけるっていうわけなので、そういった、まあ、クイックスタンスというか、 フットワークをなるべく軽く手短に効率的に行うために手いうのを追求して今回このクラシックプロのイコライザーっていうのとあとはコンプレッサーっていうのをハードとして入れましたあのソフトでも実は持ってる要するにパソコンの中でもコンプレッサーとかイコライザーは入ってるんですけどパソコンの中で音を変換するとタイムラグが生まれるんですねこういう風に話してる音とその話したのを調節してまた私の方に戻ってくる音 まあ、モニターの音っていうんですが、そういった音に時間差ができるので、山びこみたいな、まあほんとビビたる差なんですけど、自分が話してるタイミングと、それが聞こえてくるタイミングがずれちゃうので、それは非常に録音するとき録音しづらい。まあそこもいいものを買えばいいんですけれども、結局、やっぱり手でね、実際につまみの感覚で、つまみがついてるんですけど、つまみで調節できる方がいいなっていうふうに思って、今回ハードのものを手に入れたわけなんですよ。ですから今は、 マイクの音をまずコンプレッサーにつないで、コンプレッサーにつないだ音をイコライザーで微調整して、で、それをオーディオインターフェースにつないで、オーディオインターフェースの USB をパソコンにつないでるんですが、オーディオインターフェースの USB もパソコンにつなぐんじゃなくって、間に USB の電源付きのハブっていうのがあるんですよ。だから電源は電源で、USB パソコンから供給した電源でオーディオインターフェースを動かしているのではなくてコンセントから供給した電源でオーディオインターフェースを動かしている独立の USB ハブっていうのを使用することによってノイズをかなり落としてます。ほとんどもう本当に気づかないというかもう聞こえないぐらいまでノイズを落としているっていう状況に至ったわけですね。あとはこういったスーっていう音は聞こえてると思うんですけれどもこれよりも小さな音っていうのは シャットアウトして、無駄な騒音が入らないようにしてるわけなので、そういったのも含めて、私の、まあ今まで知っている、ミュージシャンとしてのいろいろな知識っていうのを詰め込んでとはいえ、そんなお金かけすぎたらやっぱり、コンプレッサーでもイコライザーでも何十万とか平気であるわけですから、そういうのは、 やらずに、基本的に、まあ初心者用っていう風に売られてるんだけれども、製品の性能としても悪くはないようなものっていうのを、まあ今まで培った経験から選別してそういったものを購入したっていう形に至るわけですね。 で、こういった話をしてもわかんない人はもう絶対わからないというか、点で興味がない人にとっては何の話してんだろうなっていうふうに思うんですけれども、今回のメインのテーマっていうのはノイズなんですよ。ただこの声のノイズだとかそういうことではなくって、我々の世界のノイズについて考えていきたいと思うんですね。 ちょうど一つ前の動画でもうドリームキラーの話をしたんですけれども我々の世界の中では無駄な情報邪魔な情報不必要な情報っていうのがあるわけですでこれは何が無駄だとか何が不必要だっていうのは決まってるわけじゃなくてその人その人の自分らしさに応じて難しい言い方すれば重要度の部分関数的順列に応じて我々にとってこの情報は必要だとか必要じゃないっていうのを我々が選別してるわけなんですよね とはいえ、我々っていうのは生まれてこの方多くのものや人、まあ、要するに CM だったりとか、メディアだったりとか、親とか、教師とか、いろんな人、ものの洗脳を受けて今まで生きてきたわけですね。で、その中で潜在意識の壁越しの声なんて私はよく言うんですけれども、自分らしさとは何かって追求したときに、 一言で言えば多くのしがらみによって夢を挫折したり諦めたり非現実的だから良くないっていうふうに自分に言い聞かせて妥協する道っていうのを選んでいくと思うんですよ。私自身もそうでした。それはやっぱり私は 両親大好きなんですね。父は亡くなっちゃいましたけれども、両親大好き、ばあちゃん大好き、家族大好きなんですよ。だから家族の言う言葉っていうのは、ないがしろにはしたくないわけですし、やっぱりその家族っていうのは一般的な世界に生きている。じゃあ自分は何なのかっていうと、自分は起業家の世界に生きてるわけですが、真逆だったりするわけですよ。私にとってリスキーなことっていうのが向こうにとってはセーフティーなことで、向こうにとってリスキーなことっていうのは私にとってはチャンスなんですよね。 だから一般の人が言っているリスクは私のチャンスで、一般の人が言っている安全っていうのは私にとっては、まあ、自分らしくないというか、怠惰というか、に感じられることもあるわけです。別に卑下しているわけではないですよ。従業、多くの従業員がいてこの世界は成り立っているわけだし、自分が物一つ買うのもなんで買えるかっていうと、コンビニの人が、店員さんがいらっしゃるからだし、そのコンビニに物を供給する、 運送会社の人がいらっしゃるわけだし、それを製造している工場の方がいるわけだから、従業員がダメとか言ってるわけじゃなくて、これも結局何がいい悪いとかじゃなくて、私の中では、 私の世界ではどうこうっていう話なんですよ。だから人っていうのは心理学を勉強した方、特にアメリカの大学とかで心理学の概論を勉強すると、もう、どっさりとしたね、もう辞書みたいなテキスト配られるんですけど、まあテキストっていうか本ですよね、教科書。もう本当にびっくりするぐらいでかいんですよ。日本のサイズとはまた規格外の向こうのサイズってめちゃめちゃでかいんですけど、そのでかいもう辞書みたいな工事園みたいな心理学概論の初めの方に出てくる言葉で、diversity っていう言葉があるんですね。 多様性。要するに我々っていうのは多様性がある生き物ですよってことなんですが、その私の多様性の中の一つとしての私の中では、これは起業家としての生き方として、私としての生き方として、これはリスクでこれはチャンスだと。 で、これはすごく簡単な話で、コンフォートゾーンの話も少ししたんですけれども、結局、年収300万円の人のコンフォートゾーンは、年収600万円の人のコンフォートゾーンとは違うわけですよね、絶対的に。で、年収600万円の人のコンフォートゾーンは、年収1000万円の人のコンフォートゾーンとはまた全然違うわけですよ。何をリスクと考えたり、何をデメリットと考えたり、何をメリットと考えたり、何をチャンスと考えたりするっていうのは、全然違うわけです。じゃあ、私が言っている、 海外転売やったら青天井なんだけれども、その分底なしですよねっていうのは、これ一般的な人からすればめちゃめちゃリスクなんですよね。要するに時給850円だとかね、1年、あ、1年じゃない、1ヶ月働いて月給が例えば25万円っていうのは、ちょっとだらけたって一生懸命働いたって25万なわけじゃないですか。ちょっと一緒。 あの、ちょっとだらけたって一生懸命働いたって時給850円なわけじゃないですか。もちろん10円単位で時給が上がってくるとか、そういうビビたる際とかはあるけれども、変化はあるけれども、基本そこのラインですよね。このぶっといその安全権があって、その上にも下にも行かないっていう状況がセーフなんですよね。私はそれリスクなんですよ。 で、そのリスクって言ってる私自身も海外転売に対して、海外転売はじゃあ稼げるからやりましょうっていう言い方はしてないんです。なぜならば、青天井で稼げるっていうことは同時に底なしってことなんですよね。よ、それ、要するに、それが、 企業家の世界であり、物販、自分で独立突破進んでいくっていう世界なわけですよ。だから物販やって商品リサーチがしんどいと思って諦めたら0円です。0円どころかコンサルティング受けてる方であれば学費分があるので、大きな、大いなるマイナスなわけですよね。何十万円単位の。しかしながら、それがリスクだと思ってやらないのか、それ以上のチャンスだと思ってやるのかっていうのは本当その人次第だなって思うんですが、 その際にノイズの話に戻りますと、誰の意見を聞いて、どのような情報を信頼して進むかっていうのは、本当にその人によりけりだと思うんです。 私自身も自分が物販を始めた頃、周りの親族っていうのは、まあそもそも周りから見たらずっとフラフラしてたように見えるんですけど、私って別にフラフラしてたつもりは全くなくて、興味あるものを次から次へやっていって、自分が何を進めるべきかっていうのを自分で体験して見定めたかった。判別したかったからいろんなものに手を出したんですけれども、結果的に、まあ正社員になるわけでもなく、なんだふ、なんでフラフラしてんだ、こういつぐらいに思われてたと思うんですよね。 表面上出されななかっったたたたとししてもで、その中でででで自自分自身い精査しながら進んでった結果、物販にたどり着いたわけです。ネットビジネスにピンときたけれど、ネットビジネスにもいろいろあったはじめ、アフィリエイトやったり、ブログアフィリエイトやったり、メルマガアフィリやったりとか、集客やったり、セールスやったり、マーケティングやったり、いろんなことやっていく中で、何に違和感を感じて、何に自分の生きがいを感じるのかって突き詰めていったら、物体を売るってことだったんですね。 で、物体っていうのは物ですよね。物を介して売買をするってことが一番分かりやすいし、一番展開しやすいし、一番やりがいを感じたわけです。さらに言えば、そのやり方を周りの人に教えるってこと。要するに、講師を行うってことが我々、私にとっては転職だし、我々がみんなで被害者がなく動いていける。 ただこの被害者なくっていうのも結局途中で諦めた人っていうのが自分は騙されたって言われたらそれまでなんですがそう言われないために私は結局のところ青天井ってことはそこなしですよっていう話はしてるわけですからそういうことも理解した上で油断、英断して前に進んでいける方が物販の世界では生き残るわけですよ 本当にダーウィンの進化論みたいなもんで自然と歌って言葉がありますよね。これは別に日本国で生き延びるか死ぬかとかそういうことだけじゃなくて結局どの商売をやるにしろ、どのようなことをやるにしろ、サーフィンだって何だってそうですけれども、やりたいと思う気持ちが強ければ人間選択機になったってワイプアウトって言うんですけれど、水の中に、海の中にバーンって、まあ、ぶっ倒れるというか、海の中にバシャーンと,と飛び込んだっ,って、ボードから落ちてね。 それでも、はははって笑ってまた、次の波を求めて起きに行くわけなんですよ。そこでもう嫌だっていうふうに自分は向いてないと思ってやめるとしたら向いてないんでしょうね、本当に。だって、やめるぐらいなのであれば、やっぱり向いてないんですよ。で、これは結局得て増えてだから、海外転売やって、実績出なかった人が悪いとかダメ人間だってわけじゃなくって、そこで、やめちゃうくらいのマインドであれば、やめちゃうぐらいの状況であれば、 海外店舗向いてないんだから他のことをやった方がいいよっていうことなんですよね。で、そこで大変だけどしんどいけれども続けようっていう考え方があれば続けていけばいいわけだし、再現性とかよく気にする人いますけどあんなもの気にしなくてよくって、再現性なんて結局自分が諦めずに実績出るまで進んだら何やったって再現性は100%なんですから、そこで途中で諦めたら再現性0%ってだけで、 じゃあネットビジネスでなんで再現性100%を歌ってるかっていうと、あれも結局数字のマジックなんですよ。結局ネットビジネスでしっかり進んでった人っていうのは実績が出た人ですよね。実績が出るまで諦めなかった人の数をカウントして再現性100%って言ってるだけで、その途中で例えばカリキュラムで挫折したとかね、あの連絡が取れなくなったとか、そういう人っていうのはよくあるプロダクトローンチで再現性100%って言ってるそのパーセンテージに入れてないんですよ。だから見た目的に再現性100%だけど、実績出た人を 再現性あのカウントしてだけなんで実績出た人の数を数えたら実績出た人の中で実績出た人の数は100分の100だから再現性100%って言ったらあれ気持ち悪いんですけどそういった数字のマジックを平気でネットビジネスの輩っていうのは行いますからだから再現性っていう言葉がどれだけ形外的な言葉なのか結局のところ中身のない言葉なのかただ 良さそうな宣伝文句の一つとして乱用されているのかっていうのがよくお分かりいただけると思います。これは裏側を知ってるからこそ言えることなんですけどね。で、その、結局再現性って言葉もまあ当てにならないというか当てにする必要すらないと。てなると結局自分の中で意思、 の力が必要だと。これは1906年、ウィリアム・オーカート・キンソンが表した引き寄せの法則の、ま、現状ですよね、俗に言える。ザ・シークレット、ロンダ・バーンのザ・シークレットの DVD、2006年、2007年ぐらいですか出てきましたけど、本と DVD が、あれの元になってるのは結局、ウィリアム・オーカート・キンソンが、 1906年に表した引き寄せの法則であり、ニューソーと運動、新しい思想運動、新思想運動が元になっているわけですし、それを軍隊に活用したっていうのがアファーメーションで知られるルータイス氏だし、そのルータイス氏の教えっていうのを日本を中心としてアジアに広めてるのが友口秀都氏なわけですから、そう考えると、結局のところ、我々っていうのは、 どのような生き方をしていく、行くのかっていうのは我々自身なんですね。で、その我々自身の意志力、ウィリアム・オーカート・キンソンの言葉にも、話を戻しますと、その意志力って言ってますが、その意志力に従って動いていくことが必要だと。もっとわかりやすく言えば、前向きな気持ちを持って具体的に行動していきましょうということです。ザ・シークレットの DVD の中では、ビーチバレーをしている映像が流れて、その中でビーチバレーしたいなって思ってても、 ぼんやり浜辺に座ってる女の人の映像が流れるんですね。で、その後、その女の人がビーチバレーやらないかって人に声かけられたら、はじめはどうしようかなってもじもじしてるんですけど、やるって言って立ち上がって実際そのビーチバレーをやってるところに近づいていく、かけていくわけです。それが行動なんですよ。で、その後ビーチバレーが終わって、じゃあ、みんなで飯でも食いに行こうぜみたいに行くんですけど、またその時に、そのもじもじしてた人っていうのがまたもじもじしちゃうんですね。で、その時にまたグッ ととななななんんんかちょっっ考えをを固めたたよよようう決心したような顔をし顔てててみんなにパーってつい,ていくんですよねこういったことですよ。こういった一つ一つの具体的な行動が必要で、その具体的な行動を後押しする、後押しするというかその前提になければいけないのは前向きな気持ちなんですね。ってことは自発性だし、臨機応変さだし、まあ恐れないってことなんですよ。 で、結局、恐れとか不安とか、あと嫉妬とか妬みとか、そういったものっていうのは我々の中でかなり低次元の自分なわけです。これを心の王国ってウィリアム・オーカート・キンソンは言ってるわけなんですが、その心の王国の低次元の自分に霊属する必要はないぞと。むしろ、統治するのは我々で、霊属させるべきものが低次元の自分であるわけなので、その中で低次元な自分に洗脳、洗脳されたというか、支配された状態で何やってもうまくいかないと。実際、面白いぐらいうまくいかない。 ですよ例えば、私は、まあ、最近の例だと、まあ繰り返しになるんですけれども、父の負の遺産、借金っていうのをばって目の当たりにしたとき、うわーって思ったんですよね。で、うわーって思った瞬間、それで思っただけで、で、結局は、一瞬ですよ。まあ、このぐらいだったら1年ぐらいで返せるかっていうエフィカシーの高い考え方を持ったにもかかわらず、銀行とやり取りしたりとか、あの、あっちの銀行、こっちのカードローンっていう感じで連絡、 いろんなね、支店長とか担当者の方に父が亡くなったこととそれを、まあ、自分が返済するってことですね。大弁済って言うんですが、大弁済するっていう話をしてるうちに、だんだん自分のエフィカシーがすごい下がってっちゃったんですよ、一時的に。ですごい下がってっちゃうと面白いぐらいにお金が入ってこなくなるんですよ。結果関係ないじゃないですか。父の借金と自分の収入って全然結びつかないんですよね。借金は借金。 おや、亡くなった親父の借金は借金。私のしゅ、あの仕事は仕事で、べ、全然別途のものなのに、自分のお金に対するエフィカシーが下がってしまって、自分のお金に対する自信のなさみたいなのが、一時的に如実になって、バーンと特出してきたタイミングで、全く関係のない自分の他の普段の仕事ですよね、物販とかの、 仕事に関しても、行動がめちゃめちゃ鈍くなって、行動してもうまくいかなくなって、結果的に収益が一時的に下がったんですよね。で、一時的に下がったことを、に気づいて、ただ気づくまでに数ヶ月かかりましたが、気づいて、やべこれじゃダメだと。ダメだというか、まあ、その自分は否定しないんですよ。そうなった自分っていうのは、まあ、それはそれでいいけど、それはもう過去の自分だから、これからは違うんだって思った、その翌日からまた売り上げ上がってったんですよ。 えって思うかもしれないけれども、本当にそのぐらいのスタンスというかスピード感で、我々の引き寄せっていうのは存在してるわけです重力と同じですから、引き寄せが存在してないとかじゃなくて、何を引き寄せるかなんですよね。悪いものを引き寄せるのか、ネガティブなものを引き寄せるのか、ポジティブなものを、を良いものを引き寄せるかなんです。だから我々っていうのは少し前の動画でもピアノ弾きながら話した通り、結局のところ自分の理想とする未来っていうのを具体的に、 具現化しながら、イラストとか文字とかで書きながら、頭の中じゃ、だけじゃなくて、なぜかっていうと実際イラストとか文字で書くと文字で具体的に見えるじゃないですか。頭の中でイメージするだけでももちろんいいんですが、臨場感を持ってイメージすることができればいいんですが、それだけではやっぱり物足りないっていう面はあると思うので、実際は、例えば手帳の裏側でも、紙切れでも何でもいいんですけれども、やっぱり手書きでね、自分の理想とする未来っていうのを具体的に書くと。例えば、 月収、一千万円、月収というか年収、例えば一千万円なりたいとしますよね。なりたいとするんだったら、じゃあその一千万円でどうする、こうするっていうのを具体的に書くわけですよ。で、そういうことを続けていくと同時にやはりプラスの考えを持った人の話を聞く。それが例えば、ウィリアム・オーカー・トキンソンの引き寄せの法則のオーディオブックだったり、ザ・シークレットの DVD だったり、トマベチヒデさんの YouTube の公式ページの、公式チャンネルの 動画だったりするわけですよね。あとはルータイシナーアファーメーションだとか、そういったものを聞いていくことによって、もしくは周りにそういう人たちをは、はべらせるって言ったらあれですけど、集めることによって我々っていうのはより高次元に進んでいけるっていうことだと思うんです。だからその際に今回のメインテーマっていうのはノイズだったんですが、私はノイズとシグナルってすごい重要な言葉だなって思ってるんです。ノイズもシグナルも、 まあ、例えば音楽用語だとインピーダンスとかいろんな言い方あるんですけれどもノイズもシグナルも音楽の要素としては非常に重要なんですね。どれだけノイズを抑えて自分のシグナル、まあ、音声っていうのをよく伝えるか綺麗によくうまく伝えるかって。これ人生と全く同じじゃないですか。自分に関係のない雑情報っていうんですがノイズですね。ノイズっていうのをどれだけまあ、払拭するというか気にしない。そんなものには全然足引っ張られない。 状況を作って、で、自分のシグナル。まあ、意思力と言ってもいいでしょう。そういったものっていうのをしっかりと自分で明確化して進んでいくかっていうのが、どれだけいかに重要なものなのか。このノイズとシグナルってワードを我々っていうのは常に腹に落として進んでいく必要があるし、私自身もついついね、ちょっとしたことを、まあ、悪いことがいくつも多く悪いことというか、悪いことだとは思ってないんだけれども、一般的にま、悲しいこととかね。例えば、 まあご就職様ですって言われるようなことですよね。誰かが亡くなっただとか、そういうことだけでなくて朝起きたら、例えばベッドの角に足ぶつけただとかね、お腹が空いてる時になんかちょっと怒っちゃっただとか、そういうことも含めて、自分の思った通りのことにならなかっただとかね、誰かがミスったとか、とちったとかね、そういうことも含めて、やっぱり我々っていうのは、 悪い雑情報がたくさんあるわけです。なんか自分を悪い方向に引っ張ろうと思えばいくらでも引っ張れるわけですよ。例えばヤフーのトップページバーって見てニュース見たとしたらなんか悲惨なニュースだとか、なんか悪いことをした人の話とかで埋め尽くされてるじゃないですか。いいことってほとんど書いてないじゃないですか。で、その中で、もう悪い情報が大量に流れている中でノイズを自分の中で消す。 自分の場合はコンプレッサーとかノイズゲートとかね、音楽の機器で言うとそういうものを使って消して、あとはイコライザーを使って自分の意思、自分にとって良いシグナルっていうのを強調していく。これはまあイコライゼーションの考え方ですけど、このコンプレッサーとノイズ、あのイコライゼ、イコライザー、あとは、まあちょっといきなり言ってましたけど、ノイズゲートっていう機械もありますから、そのノイズゲートも使ったり、 の感覚っていうのを我々の人生に当てはめていくことがいかに重要なのかっていうのがすごく感じました。今日ずーっとイコライザーをいじっていて、カチャ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 、どの息の、どの、あの、 ヘルツの音っていうのを強調して、どのヘルツの音っていうのをカットするのか、例えば高いヘルツの音を上げようとすると、やっぱりサーっていうノイズが乗っちゃったりだとか、そういうのを細かく調整したりとかして、あとコンプレッサーでどのぐらいのレベルの音声っていうのは、今皆さんがお聞き、 できるように、ここに音声として拾って、どのぐらいよりも小さい音っていうのは無視するのか、シグナルとしてシャットアウトするのかっていうのも細かくノブをいじ,みいじりながら、つまみをいじりながら触っていてですね。 こういったことっていうのは、我々の人生においても非常に重要なんじゃないかなっていうことを改めて感じましたので、このような話させていただきました。今回こちらの話を音声日記で出すのか、それともそれなりに真面目なシリーズで出すのか、 通常の動画として出すのかは、今んところ考えてはいるんですよ。初めは音声に来て出すって言いましたけど、ちょっとどこで出すかは今んところ考えてはいるんですけれども、ぜひ今回の話を通じて皆さんにとって何が脱情報、不要な情報で、何が皆さんにとってプラスになるものなのかっていうのを改めて半数咀嚼していく。と同時に我々っていうのはどうしても周りの人の意見とかの影響を受けやすいですから、例えば親からプレッシャーを受けているだとかね。 親のことを考えると、こういうことはしづらいとか。やっぱあると思うんですよ。で、その中で抑圧されていった時に、そのまま過ごしてっていいのかと。皆さんの自身は、皆さんの人生は皆さん自身のものですから、それを周りの人がで、ね、どう思うが皆さんの好きなように生きてきゃいいっていうふうに思ってるんですよ。ただ周りの家族、やっぱり家族が生んでくれたから自分が育ってる。そういった恩はありますからね。ないがしろにするのではなくって、そうだから突っぱねるとかじゃなくて、別に受け、 受け止めていいと思うんですよ、周りの意見。ただそれを、自分がそれに従って動くかどうかっていうのは、結局皆さんの前頭前野の部分からするき順列ですから、そこはしっかりと皆さん自身が、あの、主者、主者選択していけばいいと思うんですね。で、結局好きなことを進めていくと、ドーパミンが出ますから、ドーパミンが出るっていうのは、 要するに我々っていうのは集中力がより高まって気分も良くなってくるわけですね。で、ドーパミンを高めるために最近だとアメリカの薬でリタリンが出てきて、まあリタリン、日本語の名前だと塩酸メチルフェニデートって言うんですが、そのリタリン、まあ簡単に言えばですよ、リタリンもヘロインも同じなんですけれども、ヘロインの方が摂取して2分ぐらいでいきなり脳にバーッとドーパミンが出て、その後急速にドーパミンがなくなるんですよ。 で、リタリンっていう薬は、徐々に60分ぐらいかけてリタリン効き始めて、その後、緩やかに、その、ドーパミンの、まあ、出方っていうのが緩やかに減退していくので、リタリンはいいんだ、いいんだ、みたいなことを言ってますけども、まあ、リタリン中毒なんてありますからね。要するに、私って思うんですけれども、まあ、ヘロインっていうのは、例えば、 性行為の快感だとかね、サーフィンしてる時の快感をはるかに上回るドーパミンをバーって出すわけで、ドーパミン中毒になるわけなんですが、結局、まあそういった、まあドラッグとか、あとは脳内、まあ脳内薬品って言ったらいいのか、その脳に効く薬ですよね、リタリンとかそういったものを使用しなくても十分に自分たちの 何をするか、どんな仕事をするか、何に向き合うかによって、ドーパミンっていうのはバンバン出続けると思うんですよ。だからドーパミンがバンバン出続けるような生き方をすれば、結局のところ我々っていうのは前向きになるし、ポジティブになる。これ北島達也さん、ボディービルダーの北島達也さんもおっしゃってたんですが、ボディービルディングをやってる人っていうのは、くよくよする人っていうのが少ないって言ってるんです。これは理由は二つあって、まずは単純に筋トレをするとドーパミンが出ますから、それで、 ま、脳神経が活性化されて、どん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 ポジティブになっていくっていうのと、あと単純にボディービルディングをやる上で、不安だとか、まあ、不安感ですよね。そういったものっていうのはストレスホルモンを出すから良くないっていうのはプロのボディービルダー知ってるわけです。だからそういったことで細かいことでくよくよするような生き方は選択しないってことなんですよ。 それと同じような状況でボディービルだけじゃなくて、例えば物販一つやるにしても、皆さんが今後、別に物販やれって話じゃないですけれども、どんな仕事をしていくにしても、何が自分らしい仕事なのかっていうのを見極めて自分たちがしたいこと。アファーメーション的に言えば、ワントゥーを突き進んでいくっていうことが重要になってくる。その際に、周りのドリームキラーって言われる人たちがいる。しかもドリームキラーっていうのは、まあ、ここが厄介な点なんだけれども、 身近な人だからドリームキラーになるんですよね。自分から遠い人はドリームキラーになんないんですよね。皆さんに関心がないから。ドリームキラーっていうのは結局学校の先生だったり、親だったり、友達だったり、上司だったり、同僚だったり、そういう人たちがドリームキラーになって、しかもドリームキラーっていうのはこいつの足を引っ張ってやろうっていう思いではなくって、年収300万、600万、1000万の話をしましたけど、その人の世界の中でリスキーだから、親切心で言ってくれてるんですよ。ただその親切心が、 いや、自分は600万じゃなくて6000万の人間になろうとしてるから、そのコンフォートゾーンの考え方に基づいて、いや、こっちは安全だよって、その安全さは全く安全でも何でもなくって、自分の飛躍を抑止するような邪魔な考え方に過ぎないとノイズであるっていうのを、どれだけ突き通せるかというか、周りの、がね、親切心で言ってくれてんだから、ふざけんなって怒る必要はなくって、そんな扁桃体優位の状態、自分が情動的になるのもそれはそれで良くないですから、そうじゃなくって、 あ、わかった、アドバイスはありがとう。って、そこまで言っときゃいいんですよ。あとは、心の中で、でも自分はこういう進み方をするんだから、そのアドバイスに、皆さんの、その人たちのコンフォートゾーンの考え方に従って、これがリスクだとかね、こっちは安全だって、その発想とは全然根本的に違う考え方を持って進んでいきますよっていう。 この感覚っていうのを持ち合わせている必要があると。要するに周りじゃなくて自分を信じる。これはラルフ・アルド・イマソンが言っていた自己信頼、セルフ・リライアンスの考え方だし、アファーメーション的に言えばエフィカシーを上げる下げるのな話にも関わってくると思いますからね。というわけで今回いろいろ話をさせていただきましたが、このノイズとシグナルっていうのは何か。要するに自分が走ってるシグナルという信号。周りからの雑情報というノイズ。 何を主者選択するかっていうのは皆さんしじ、皆さん次第だから、皆さん自身の選択肢によるものだから、結局のところ全て自己責任ですよと、誰のせいでどうだとかね、景気が悪いから自分の商売がどうだとか言ってるレベルだったとしたら全く成長はできないし、全て多責にするような生き方っていうのは、 結局のところ多席にしてた方が楽だからそうしてるわけですかかね。しかしながら我々が成功するためには自分で考え自発的にとにかく動いていくことが必要でその時に一歩一歩周りに聞かないと進めないような状況っていうのは到底成功はできないわけですよだから自分自身が、まあ、周りの人が見ると突拍子もないゴールを掲げるそれは素晴らしいんだけれどもゴールを掲げてもそのゴールに進んでいくためにどういうふうにす 自分は一歩一歩着実に前進していけばいいのかって考えると絶対に依存的にはならないはずなんですよ。肯定しすぎることはないと思うんですね。自分以外のものに。もちろん私は講師ですからわからないことがあって自分でネット検索したりいろいろ考えてみてもわからなければ質問していいんですが、とはいえ、あまりにも考えなさすぎた状態で短絡的に一つの結論っていうのを出して、 適当にですよ。だから、短絡的になんとなく、一方的に、協作的にと言いますか、すごい狭い視野で、短絡的に答えをポコンって出して、それでわかんないって言ってな、それはダメで。やっぱり、いくつもの方向から、いろんなポテンシャル可能性っていうのを考えた上で、それでもわかんなければ、自分の検証結果でも、わからないから、その部分に関しては、 ま、確認するっていう意味で講師に聞くのはいいんじゃないかなっていうふうに思ってるんです。だから一般的な優等生分かんなかったら先生わかりませんって言ったら先生がここはこの問題はこうだよっていうふうに教えてくれるような学校の優等生タイプの人っていうのは実はビジネスの世界ではあまりうまく進んでいくことが難しいと。もちろんそこでしっかりと理論的にでもいいんで考えてじゃあこの起業家っていうのはどういうものかを理論的に考えたら今までの生き方と絶対異なることは目に見えてるわけですからそこまでしっかりと理論的に 理論があればいいんですが結局我々の理論っていうのは1から100歩1歩目から100歩目まで進む100歩目に大きなゴールがある時に大体45歩ぐらいしか見えないわけですよ曲がり角の先に何があるかっていうのを理論的に要するに視覚ですよ視覚的に見たとしても曲がり角の先に何があるかなんてわかんないわけですねわかんないなら進んだ方がいいわけです だから変な話、まあ、極端な言い方ですけど、理論家よりもバカでどんどん行動的な人の方が実績っていうのは出やすいんですよ。まあ、極端な言い方ですけどね。 なんでかっていうと、結局理論で立ち止まって考えて曲がり角の先に何があるか一生わかんないから。その代わり、フットワーク軽くね、ある種ノリが軽くパンパンパンって進んでいく人は、失敗も多くするけれども、少なくとも曲がり角の先まではフットワーク軽くいけるから、それが実績が出やすいっていう状況につながるわけですよね。その点も含みまして、今回私が一つのコンプレッサーとイコライザーを手に入れて、で、ノブを細かくね、ノブとか、あとはつまみを まあ同じですけど、を、カチャカチャいじりながら、改めて思ったことっていうのを今回話として、一つのテーマとして話をさせていただきました。最後までご清聴ありがとうございます。海外転売講師の黒沢氏がお届けいたしました。では、失礼いたします。